こちらは無料バージョンになります。今週は富士ステークスは無料公開あり、吉花賞はレース前はメンバーシップ限定公開になります。来週の天皇賞秋もレース前はメンバーシップ限定公開となります。アルテミスステークスとスワンステークスに関しては無料公開はあるんですが、こちらの動画と同じで基本的には印はついてないです。で、見ていたら途中で一瞬印は出るようにしてあります。 どうもすいませんしかし可能性としては万馬券もありえますんでそう考えると手広く行くっていうのもありなのかもしれないんですがまあでも基本的には思い印を打ってる馬たちが有力かなっていうところで僕はちょっともうすでに今回は馬券買ってるんですけれども本命馬の副将とそれと対抗馬 ここを厚くワイド生まれんっていう風に言っててそれでまあ3番手もちょこっと買うかなっていうまあ3等ボックスに近いような買い方も一応しといてもいいかなっていうようなまあでも僕は馬券下手ですし予想屋ではないので皆さんにこれ買ってくださいとかそういうような動画ではないのでまあ皆さんが考えて。 っていうことなんですけれどもまああの僕が思い印打ってる馬を全く買わないとかそ,それももちろんありっていうことなんですけれどもまあ僕はあんまり前日に馬券買うことなくてパドック見てから馬券買ってるんですけれどもまあでもここのメンバーに関しては追い切れゾンさえあればそんなには大きくは変わらないかなっていう有力馬たちですしまあメンタルもいい。 まあ本当に g 1に出走すべき馬たちっていうところでそこでまあ大きくそのパドックを見た後に気が変わって変なことをするよりかはまあいいかなっていうふうに思っているところがあったんですよね。まあ、やっぱこの辺のクラスってあんまりパドックを重視しすぎると痛い目に遭うことがあるんで自力の方が重要っていうところもあるんで、まあ、なのでパドックを見た後にまた。 メンバーシップ限定のコミュニティの方でパドック速報みたいなのをつぶやくんですがそこは参考程度にしてあんまり信じすぎない方がいいかなと思いますね。あのただあの上位の有力馬たちだけについてで他の馬たちについてはそこまで一流というわけではないので他の馬たちについてはそのパドックの出来が悪かったら評価を下げるとかそういったことは比較的当たるかなと思いますね。 それでですね、やっぱり考えとかなきゃいけないのは、有力馬の中でいいジョッキーが乗ってるのは、タスティエラーだけなんですよね。まあ、ソウルオリエンスが一番人気になるんですが、まあ、横山武四季は下手ではないんですが、まあでも、一流ジョッキーとは言えないレベルでもありますし、特に G1 となると頼りないところはありますんで、まあ、飛ぶ可能性はあるっちゃあるんですが。 このソウルオリエンスについては、セントライト記念の結果分析で喋ったように、雑に乗ってもいい競馬ができるタイプっていうことが分かりましたんで、なので、ま、進路取りとか仕掛けをミスらなければ、別にそこまで難しい馬ではないんですよね。ま、もちろんその、やっぱ競馬なんで、外が伸びる時に打ち行ったら、 伸びるわけがないですし、うちが伸びるときに外にいたらとか、そういうこともあるわけで、まあ、昨日の土曜日の富士ステイクスですね。ナミュールが勝ったレースなんですが、モレイラ騎手がちゃんと外に出したからこそ、ナミュールはあれだけ勝ってたわけであって、あのナミュールだって、うちに入ってたら勝てないわけですよね。まあ、それと、後で説明します。けれども、この三千メートルとか三千二百メートルっていう長距離になってくると。 瞬発力勝負になることが少なくなってくるんで、なだれ込みみたいな競馬で4コーナー前後で一気に行っちゃわなきゃいけない、そういうような展開もあり得るわけですよね。そういう時に変に追い出しを我慢して直線勝負しようとしちゃったら、もう競馬が終わっちゃってるっていうこともあり得ますので、そこですね、あのー、まあもちろん足を溜めて待って素足勝負した方がハマる時もあるっちゃあるので、そこの使い分けですね。行くべき時に行く。 それか待つべき時に待つそこの選択を間違ってしまうと大きなミスにつながるっていうところもありますんでその結果として有力馬たちが全部崩れる可能性もありえますし、まあ、特に有力馬のうちの2頭に頼りないジョッキーたちが乗るわけですからそれではまずは馬バ場バババについては、まあ、パンパンの量に近い状態でやれると思いますんで。 まあそう考えたらあんまり考えすぎる必要はないかなと思いますね。で菊花賞といえば例えばマンハッタンカフェが勝った時なんかはうちの方から伸びてきたんですよね。でもその頃とは改修工事をして4コーナーのところの仮作を引っ込めたことによって4コーナーが緩やかに回るようになったんですよね。でそれに関しては京都競馬場の攻略法みたいな。 動画をアップしてそちらの方でも語ったんですけれども4コーナーのところを引っ込めたことによってそれで打ちつきが決まりにくくなっているんですよ、ねまあもちろん打ち付きが決まる時もあるっちゃあるんですがその確率がガクンと下がったということですね改修前の以前の京都競馬場外回りだと4コーナーを鋭角に回る形になって4コーナーで外に振られちゃったりだとか馬群がばらけやすかったんですよね。 その結果として4コーナーで内を突くっていう最初追い込み馬が突っ込んでくるっていうことダダンスインスイザダークなんかも内に入ってきましたよね。ですがやっぱ回収した後に4コーナーが緩やかに回るようになってそれでその4コーナー前後四コーナーの手前からそのまんまの流れで回ってくるような感じになってたまに僕が説明してる通り 競馬の勝負どころ4コーナー前後っていうのは川の流れと似てるところがあって遠心力っていうものがあるのでそれは内からら外へ振られる力ですね雨が降った後の小さな小川のコーナーのところを見てもらえれば外側が勢いよくて内側が勢い弱いですよねああいう状態になるんでまあレース展開によってはその競馬だって そういう感じになりますんで4コーナー前後のところで勢いのいい外に行けば伸びるんだけれども勢いの悪い内側に入っちゃったら伸びにくい負の流れに巻き込まれるっていうことがよくあるんですよね。なので基本的には差しを追い込みは,は打ちつきしない方がいいっていうのはそれでまあ近年の G1 で行くとやっぱり追い込んで打ちつきをして勝った例っていうのは 外国人ジョッキーや特殊なババを除くと5%すらないっていうのはそういったことなんですよね。まあ、G1 なんかは特に重厚感があって、基本的には基本に忠実に外に出すっていうことが重要っていうところで、なので、やっぱり、あの、今回の喫下賞に関しては、基本的には有力馬っていうのはなるべく外に行った方がいいですし、有力馬たちが外から早めに動くような、押し上げるような競馬をした場合だと、外側に強い流れですね。 より強い流れが外側にできるわけであって、まあ、その動いていてった力ののある馬馬が競馬の軸になるわけですよね。その軸になっている馬の1等分ぐらいまでは内側にいても問題ないことあるんですがただ2等分3等分内の方に入っちゃって特に馬群の中ごちゃごちゃしたうちの馬群の中入っちゃうと負の流れに巻き込まれて馬がしんどくなる。 動かしにくくなる、そういうういい状態とのはよく起こるこるとですね。なので、その外に強い流れが出たら軸になっている馬の近くもしくは外へ行くっていうのが競馬の基本中の基本でなので g 1では差しを追い込み競馬になった時には外に出した馬がほぼ伸びる一瞬は打ちつきしても伸びるんだけれどもゴール前で打ちつきは失速して外に出した馬は。 最後のゴール前数十メートル数百メートルというところでグイッと出るっていうなことになるっていうのがそういったような理屈が基本的にはありますね。まあ、他にもいろいろ理由があったりだとかレース展開にもいろいろありますんで細かく説明しだすと切りがないんですが基本的にはやっぱとにかくなるべく G1 では差し追い込みも外に出すっていうことが重要ということですね。ただですね例外もあるっちゃあるんですよね。 それは逃げ先行馬がずっと後半引っ張っていった場合その場合だと内の方方から立ち回った方が有利になるることはあるんですよね、まあ、それと打ちつきに関しても中段よりも後ろから追い込む馬と先行抜け出しの打ちつきは違うんで34番手とか先行して内の方からスッと抜け出すっていうのは打ちつきっていうほどのことではないのでその場合に関してはあんまり当てはまらないことがあるということですね。 どの馬が逃げそうか逃げたそうかなんですがパクススオートマニカリビアングラスあたりで,す、ね、でまあそういった中で、まあ、横山紀博種に関しては急に逃げる時があるっていうふうには富士ステークスの予想動画でも言ってて富士ステークス横山紀博種逃げましたよねなのでトップナイフも急に逃げる可能性あると思いますし。 まあそれとちょっといまいちパッとしてないダノントルネードとか西村跡役氏もたまに急に逃げるときありますんでまああとはどうですかねサボーナーは刺す可能性が高いかなと思うんですがナイト・イン・ロンドンとかは前走いまいちだったんで行く可能性はなくはないと思うんですがまあでも基本刺すでしょうねファントム・シーフは神戸新聞杯逃げたんですがまあ 構想はしましたんでまあ一発狙うっていう形で逃げる可能性もあるとは思いますね武豊騎手湘南橋とも逃げる可能性はなくはないと思いますドゥレッツァもなくはないかなと思うんですがただドゥレッツァは上がり馬でサスケ馬でいい競馬してきてるんでルメル騎手ですしまああんまり逃げる可能性は高くはないかなと思いますね逃げる確率が高い順はパクソートマニカリビアングラス フファントムシーフの順かなとは思いますねそれでパクソオートマニカに関しては距離も微妙ですし能力的にも少し微妙かもなっていうところがあるんででも大逃げした場合だと縦長に持ち込んだ場合その場合だと他の馬たちも動き方が難しくなってくるわけですよねなので束に影響を与える可能性はありうるかなと思いますね。でリビアングラスはですねこの馬結構強いですね。 矢作厩舎といえばパンサラッサーみたいな逃げて二枚腰三枚腰を使う馬がいるんですがまあちょっと若い世代でいくとこのリビアングラスはかなり期待が持てるなっていう馬でこの馬のいいところはのんびりとしてて折り合いがつきやすいですしさらに結構二枚腰三枚腰を使うというかまあコーナーから道中からぐんぐんスピードに乗るっていうタイプではないんですがただ やっぱりこういう距離で落ち着いて大逃げみたいな形で行かれちゃうとこのタイプは怖いですねちょっと GI って基本的に逃げ切りが少ないですしこのキッカーショーは特に逃げ切り少ないんですがこのリビアングラスに関しては逃げ切りありえるかなっていうぐらいな怖さはありますね、まあ、ただ距離はやっぱどの馬も 3,000m がベストというわけではないので。 まあちょっと喫下賞ということを、距離ということを考えると簡単ではないんじゃないかなと思いますね。まあでも、お逃げさせた場合だと、このリビアングラスがかき回して、縦長に持ち込んだり、もしくは一頭だけでも離れたら、かき回すような形で他の馬たちが潰れちゃったりだとか、ミスを続出するとか、そういう可能性はあり得るかなと思いますね。 まあ、そしてファントムシーフのタゲユタカキシも逃げさせたら世界一うまいジョッキーですんでまあ後続を苦しめるっていうような形の競馬をする可能性はあるかなと思いますね。まあ、ただファントムシーフはちょっと気難しいところもあったりなんかしてバランスもあんまり良くなくなってきてますんでなかなか 3,000m 逃げ切りっていうのは確率としては低いかなと思います。それでもやっぱ逃げっていうような形で後続を苦しめるっていうことはできますし。 まあリビアングラスに関してもファントムシーフに関してもそうなんですがちょっと大逃げ気味でマイペースで逃げた場合だとその場合だとこの馬たち自体は逃げ切りはできないにしても2番手3番手とかちょっとばらけたところからですね逃げ馬を目標についてってその結果としてスッと抜け出してみたいなそういうような可能性はあるっちゃあるんですよね。 大逃げみたいな感じで23頭が行っててそ,そのまんま残っちゃうみたいな形もあったりなんかもしましたしまあですから特にそういうふうに逃げ馬先行馬が引っ張る流れになるとまともに外回って足がたまらないとかそういうような競馬しちゃったらしんどくなりがちなんでやっぱり有力馬たちに関しては最低限のことはやっとかなきゃいけないと思いますね。 団子状態並走状態で外を回るような状態をずっと続けたらそれは良くないんで、まあ、どっかばらけったところがあったら前でも後ろでもいいんで一旦入れて道中足をためて勝負どころから外に出して動くとかそういったことを考えた方がいいですしあとはそうですねスタート直後最初のコーナーに入ったら。 意外とと落ち着くこががあるんですがそういうい時に最初のコーナーでペースを落とさずにそのまま行っちゃったらポジション取れる時なんかもありますし花を切るぐらいな気持ちで出していけば外枠でも内目に入れられることもありますんで、まあ、竹豊騎手なんか以前花切るぐらいな気持ちで出してってスッと前で内の方に入れてそこから下げたりとかそういうこともしましたし、まあ、とにかく基本的には競馬っていうのは。 前に壁作った方がいいあとはばらけたポジションが乗りやすいっていうのはありますんでその辺の最低限のところまず優劣関係なく乗りやすくするっていうことが重要かなとは思いますねそれでは右の方から一つずついきますトップナイフトップナイフについてはまあ、ダービーの時は左回りが合わないと思ってましたし少し調子落ちでもありましたんでないかなと思ってたんですがでもサツ賞の時は僕は穴馬として本命として狙ってたんですよね まあ右回りの 2,000m ぐらいがベストで、まあ、自在性があって貯めてもそれなりにいい素足がある自分から動くような競馬もできるっていうことで皐月賞は大チャンスだったんですが出遅れましてで出遅れてその中でも追い込みがある程度効くような展開になったんでそこで勝負どころでしっかりと乗れればよかったんですが4コーナーのところで横山典弘騎手が躊躇しちゃったんですよね。それでバグンつくか外行くかか、外行 迷っちゃって一旦バグンの方を向けちゃったんです、まあ、そのちょっとした一瞬のミスがですね致命的なミスになっちゃったんですよねサツキショーっていうのはあそこは四コーナーのところはもう大外にぶん回してでも行かなきゃいけないところでそこ行かなかったことによって結果として外に出すのが遅かったんで馬もちょっと内に持たれちゃったような感じがあって外に張るような感じで勢いよく行けなかったんですよね ですから皐月賞の時点では全然馬券圏内に来る力はあったというわけですね。なので前走の札幌記念に着して驚かせたんですがまあ能力はあるんでああいうことがあり得るっちゃあり得る馬なんですよね。まあ、ただその札幌記念に関しては馬場が悪くてさらにおかしな展開になったんですよね。逃げ先行馬が引っ張れなくてそのうちにうちの方からトップナイフ横山のりる騎手がスルスルっと 奇策みたいな形で早めに抜け出すような感じでまあババが悪かったっていうのもあってあとは他の馬たちもちょっと乗りにくかったおかしな展開になったんでトップナイフはハマったんですよね。なので札幌記念の2着に関してはあんまり高く評価しすぎたら危険っていうところはあるんですが、まあ、それ以外にもちょっと不安な点があって今回の追い切りなんか見てても。 伸び出した時は直線いいんですけれどもその後なんですよね二枚腰三枚腰をしっかりと使えそうか苦しくなった時にフォームが安定するかっていうところは大事でその辺でちょっとやっぱ困窮者って多少そのフットワークが安定しなかったり気難しい馬が出やすい急車でもありますんでなんかその一足使った後の仕草とか フォームっっっててていいううのがが不安だなっていうところがあってまだ皐月賞とかあの辺の時期っていうのは大体馬っていうのは素質メインで走るところがありますんでそれと比べてこの秋から小判になっていくとだんだん急車力とか響いてくるんですよね。なのでその何て言うか最後の甘さっていうところが出てしまったら致命的になるようなレースだとトップナイフはちょっと危ういかなっていうところがあるのと。 まあそれとやっぱり距離も長いっちゃ長いんで、まあ、この距離がベストっていう馬はほとんどいないので他の馬も同様なんですがトップナイフに関してもやっぱりその足の使い方を間違った時に距離が響く可能性最後甘くなる可能性もあるかなと思うんですが、まあ、でも追い切りの気配としてはですね良い意味で余裕があってですねいい動きをしていてその最後の甘さ以外に関しては追い切りの気配はいいんですよね。 まあそれと器用さがあるんで馬群の中縫いながら進出したりだとか行きたいところに行ける可能性もあるっちゃあるのでまああのうまい時はうまいんで横山の有力士はその辺がハマった時には可能性としてはあるかなと思うんですがまあでも不安要素はやっぱ有力馬と比べるとだいぶあるかなと思いますね。ウィン・オーディンウィン・オーディンは前走のセントライト記念大外からいい足で追い込んできましたね。 基本的にあの中山 2200m 外回りコースっていうのは追い込みがはまりにくいところはあるんですけれども、まあ、ただちょっと先行馬があんまり強くなかったということとそれとウィン・オーディーに関しては最高峰に近いところから極端な競馬してましたんで極端な追い込みっていうのはそれなりにいい競馬できることが多いので、まあ、なので直線だけの競馬に近かったんで伸びたっていうところはあるっちゃありますね。まあそれとあの時の 中山の馬,の馬場は比較的追い込みを聞きやすい馬場でもありましたんでで今回に関してはウィン・オーディーンはちょっと心配なのはセントライト記念の時はやっぱ菊花賞があるということで次はあるということで余裕を持って調教すると思うんですが今回は菊花賞で本番なんできっちり仕上げようとしてきてると思うんですよね。まあ、それで追いい切りなななんか見てててても少し作っっっちゃってるううような感じがあって で前奏セントライト記念であれだけいい走りができた理由としては良い意味で余裕があって重厚感なんかもあってその分相手なりに走りやすかったところがあったんですがこのウィン・オーディン作りすぎちゃうとやっぱり少し作りすぎると硬さが出ちゃうというか相手なりに走りにくくなったりパワーがちょっと落ちちゃう可能性がありますしウィン・オーディン自体距離適性としては、まあ、ちょっとこの距離長いかなというような感じもあるので。 なおさら心配かなっていうところがありますねシーズンリッチシーズンリッチは毎日杯重賞を勝ってるんですがその毎日杯に関しては結果分析で喋ったんですがあのその毎日杯僕の言ったことを踏まえてレースもう一回見といた方がいいですね結構その特殊なレースで今後競馬を見ていく上でより 広い視野で,です、ね、競馬を楽しめるようになるかなと思いますんでざっくりと説明するとこのシーズンリッチはもともと素質はあったんですが直線を追い出すと頭が高くなったりふわふわしたり集中力が続かなかったりだとかそういうような希少的な難ししさがが出てきててきフットワークに影響してたたというところがあったんですよねですがその毎日杯の時っていうのは直線向いても前が詰まっててああいうふうに前が詰まってる状態が続くと 意外ととと集中力が続くということそして前が直線の半ば以降で空いてス,スムーズにそこが空いてそこで足が使えたということさらにゴール前の方ではですね合わせ馬になってましたね。での馬が来るとそういうような集中力が続かない馬とか足の使い方が難しい馬っていうのは合わせ馬になると足が続くようなところがあるんでそれでそういうような。 集中力がが続続くような要素ポポンポンと続いたんですよねそういう偶然があってなのでまあ僕はそのレース外れたからそういうような言い訳をしたとかではなくてシーズンリッチはかなり危うい馬で他のレースなんか見ても分かるとおりスムーズに競馬ができすぎちゃうと止まっちゃったりだとか足が使えなかったりだとかそういうような内容になりますよね。まあ、その後言っったた通りになったと思うんですが そういうよういよな特殊な馬っていうのはいるんでその特殊な馬がハマるパターンとしてああいうような毎日配もあったんですよねですからこのシーズンリッチに関しては今回の菊花賞も偶然が重なれば構想する可能性があるんですよね。というのはこのシーズンリッチって結構素質はありますんで体もゆったりとしていてあとはまあ引っかかる時はあるにしても落ち着いてのんびりする時はのんびりしますんで。 まあレースの後半基本的にずぶいところもあるっちゃあるのでまあそういった意味ではバグの中で集中力が続いてそれでいいとこいいとこ入っていって直線向いた場合だと更に合わせ馬になった場合だと意外といいところが出る可能性あるかなと思いますんでまあ基本的にはジョッキも若いですし厳しいとは思うんですが能力的には掲示板ぐらいなら可能性としてはあると思います。ダノントルネードダノノンントトルルネネーードドは 京都外回り2 2 0 0ルの京都新聞杯で2着に構想してますね。しかもうちの方でスムーズにいかない中で構想してましたんでまああの頃の力が出せればいいところはあるとは思うんですがまあちょっと筋肉の質が落ちたりだとか全体的にコロンとしてきたなっていうところがあってメリハリの効いたキレのある動きができなくなってきてるんですよね。まあ、さらにちょっとふわふわわして、 直線で気持ちが切れやすくなっているっていうところがあるんでこの距離でこのメンバーということになるとなかなかちょっと厳しくなってきてるんじゃないかなと思いますんで構想するパターンがあるとしたらある程度前目の方につけてそこでばらけて平均ペースとかハイペースとかになったり縦長ばらけるような展開でなだれ込みとか前半スローでも後半だけでもペース流れてそこでなだれ込みみたいな感じが余ればっていうような程度かなと思うんですがそれでも。 気持ちは切れやすく止まりやすいとは思いますね。爆走とマニカ爆走とマニカは逃げ先行でいい。走りをする時はあるんですが、安定感がないんですよね。まあ、ちょっと気難しいところがあって、気持ちが切れやすいっていうところ。あとは距離が。まあそんなには持ちにくいというか、また、あ、めが効いた時は距離はある程度は持つんですが、なかなかその辺のためが効くかどうかも不安定さがあるって言うところですね。 まあその辺に関しては例えば極端に下げて追い込むような競馬をして気象面を成長させるとかそういうことをやってみるのもありとは思うんですがまあただ今回やることではないんで逃げて大逃げを打つかそれか基本的には23番手ばらける展開でその,その辺にはつけたいかなとは思っているとは思うんですけれどもまあでも距離がやっぱこの馬に関してはかなり微妙かなというところがあって。 まあ気持ちも切れやすいっていうとうころ緩急をつけちゃうとちょっとなおさら持ち味が生きないことが多いので、まあ、ま 182,000m ぐらいだったら緩急つけてもいいんですがこの距離で緩急つけすぎるとちょっと後半どうかなっていうところがありますんで、まあ、大逃げ打って平均ペースかハイペースに持ち込んでばらける展開に持ち込んだ場合にもしかしたらとは思うんですがまあでも基本。 そうですねレースをかき乱すぐらいだったらありえるんですけれどもどうかなと思うところはありますね。リビアングラスリビビアアンンググララススに関しては最初にも言ったんですが一発ある馬だと思いますね、まあ、逃げ馬って大体その気象に問題があったりだとか気難しいところもしくは気持ちが切れやすいとか気が弱いとかそういったようなところ欠点がありがちなんですがこの馬に関しては比較的 欠点がないんですよねしかも結構早い段階から活躍するような行きっぷりがいいような逃げ馬とかだとあんまり成長しないことが多いんですけれどもこのリビアングラスはのんびりとしてつぶさがあるタイプなんでこういうタイプっていうのは使いながら小判になっても強くなっていく可能性があるかなと思いますね。でサスケバも多分 できるっちゃできるんですがただいいジョッキーが乗らないとっていうところでこの辺のジョッキーだと坂井騎士は逃げはある程度うまいんですがサス競馬に関してはまあ中のゲーぐらいかなっていうところはありますんでまあですから基本逃げなきゃダメかなと思いますねまあばらければ2番手3番手からでも前を見ながら競馬できる可能性はあるっちゃあるんですけれども まあ道中からガッと行くような感じではなくて道中はのんびりしたタイプなんでまあやっぱラスト 1,000m800m ぐらいからペース上げてって勝負どころですね他の馬たちに早めに来られないようにもう大胆に仕掛けていった方がいいかなと思いますしさすがにパンサラッサほどは長く足は使えないだとは思いますんでまあ,ある程度最後の足を残しながら大胆に乗ってって2枚腰3枚腰。 そのパターンで残るもしくは逃げ切りもなくはないタイプかなと思うんですが、まあ、ただこの 3,000m の距離とかになると結構やっぱレースの後半とか外から押し上げてくる有力馬がいたりだとかもしくは単純にこの 3,000m って菊花賞って自力勝負になりやすいレースでもあって一番強い馬が勝つっていうふうに言われてるのが菊花賞でもあって、まあ、それは結構当てはまってて。 まあなんだかんだ言ってごまかしは効かないので団子状態で逃げててもまともに競馬するとしんどいかなっていうような感じはあるんでこの馬自体力はあって今後良くなるかもしれないんですが今回に関しては基本大逃げに近い形もしくは2頭ぐらいで引き離してて2番手あたりから早めみたいな感じそういう形がはまらないと厳しいかなと思いますね。タスティエラ タスティエーラは、まあ、ダービーに関してはやっぱ蓮騎手が勝たせたレースですねハーツコンチェルトの方が乗りやすくて勝負根性もあってっていう最後まで足が続きやすく、まあ、そしてソウルオリエンスに関してはずぶさはあるんだけれども、まあ、勝負根性もあってしっかりとしてるっていうところ雑に乗ってもいいっていうところがあってそれに対してタスティエーラは距離適性とあとは 足の使いいころがが難しいところがあって、まあ、特に東京だとちょっと一足は使うんだけれども二足三足しっかりと使うっていうような感じではないので、まあ、ゴール前なんか見ても分かる通り爪割寄られてるようにあと数十メートルあったらかわされてたかなっていう単純な強さで言ったら末足の確かさで言ったらソウルオリエンスやハーツコンチェルトになってくるかなっていうところがあるんですよね。 まあただ、そのタスティエーラも、右回りだと比較的乗りやすくなるかな。足の使い方が、そんなには難しくなくなるかなっていうところがあって、サツキショウなんかも、刺されはしたんですが、タスティエーラはそんなには止まってはなかったので、まあ、なので、今回の右回りに関しては条件がダービーよりはいいかなというのと、それと、ダービーの時はちょっと、 距離というよりかは足の使い方とか、うん、状態面からですねまだ未完成で状態面から不安が結構あったんですけれども今回のタスティエーラに関してはやっぱ多少成長してますしまあ多分距離は比較的持ちやすくなっているかなっていうところがあるんですよね、まあ、さらにモレーラ機種自体も右回りの方がいいジョッキーなんですよね。 なので結構快要素は多い馬かなと思いますしまあ底力もある馬ですんでまあ更に堀凶者凶者がいいっていうところもありますんでっていうところはあるんですが、まあ、ただあのタスティエラは気持ち前めのポジションから競馬をして早めに動いていく可能性が高いかなっていうところで目標にされやすいポジションがあるんですよね。まあ馬群の中で足をめるパターンもありますし モレーラ詩は打ちつきをするような時もあるっちゃあるんですがまあとにかくバランスはいいんだけれどもちょっと抜きんでたものがないっていうところがあってハーツコンチェルトとかソウルオリエンスって叩き合いになったら最後までしっかりと伸びて叩き合いに強いっていうタイプでもありますしソウルオリエンスなんかはかなり雑に乗っても長く足が使えるような感じでもありますんでその辺ですよね。やっぱ立ち回りで タシエイラが上回らないと勝ち切るっていうのは難しいところはありますんでその辺をモレイラ機種がどうカバーして逆転するかっていうところにはなってくると思いますねサボ,ーナサボーナの前走の神戸新聞杯は逃げたファントムシーフ武豊騎手が後半かなり大胆に仕掛けていって10秒台が2つ続くようなそういうようなところもあって そうなっっっってくるとやっぱりコーナーナから打ち目を通たた馬の方が有利だったんですよねでサボーナーは34万手のうちにいましたんで逃げ馬のファントムシーフ武豊騎手についてってスッと抜け出すだけっていうまあ本当に理想的な形でポジション取りも進路取りもハマってるんですよね。ですがちょっと伸びあぐねてそれに関してはあの結果分析でも言ったんですがこのま 少し調子落ちだったんですよねいい頃と比べて体の動きが緩かったりなんかして、まあ、その分頭が高くなってふわふわしてちょっと直線伸びあぐねたようなところがあって好調のサーーナーだっったたら勝ってたレースなんですよねで使って今回その辺がガラッと変わってきたかというとあんまり変わってないように見えてまあ実際パドック見たら変わってる可能性はあるんですが追い切りを見た時点ではあんまり変わってないなというところがあって。 あれだけはまったレースであれぐらいだったんでまあちょっと今回も後半のその辺の粘りっていうところ甘くなる走るのやめちゃう可能性もあるかなっていうところがあるんでその辺の難しさはありますで、まあ、他の馬たちが自滅したりだとか消耗戦とかになったらまああのこういう馬はある程度は構想するとはもうまあちょっと。 叩き合いに強いっていう感じでは今はないんですがまあただそうですね喫下症は向きそうなタイプではあったっちゃあったんでその辺の怖さはあるんですがまあでも不安が多いという不安が強いということですね。ノッキングポイントノッキングポイントはもともと素質はあったんですがまあなんか体感が 安定しないいタイプというかですね体の動きとか歩き方なんか見てたら、まあ、全体的に波打つような感じというかですねちょっとブレるような感じがあるんでこういう馬っていうのはタメを効かせたりだとかあとはそうですね先方にもあんまり融通が利かなくて極端な追い込みとかがはまるタイプが多いんですよね。で毎日杯の時に藤岡悠介騎手がそういう競馬をしていい競馬させて。 あれが大きかったと思いますね未完成の時にああいう競馬させたことによって馬が変わっていったと思いますしその後ダービーに関しても結構いいところで溜めが効いて打ち目の方でバグの中で足が溜まって外に出すっていうような理想的な進路が取れて、まあ、それでその競馬も良かったですね次につながる競馬にもなって、まあ、だんだんとその足をためて後半に生かすっていうような形を馬が覚えていったっていうのは大きかったと思いますね。 まあですから前奏の新潟記念に関してはある程度中段よりもちょっと前辺りの内目の方から競馬したんですが毎日杯とかあの完成度が低い時にああいうような競馬してたらうまくいかずに馬がどんどん悪くなっていってた可能性があったんですがそういうふうに臨戦過程が良くて上手に成長を促せたことによって新潟記念の時にはもう馬が 操作性が高くなって乗りやすくなってるんですよね。なので、あれぐらいポジションを取っても競馬しやすかったっていうのはあったと思いますし、まあ、それと、新潟の外回りで平坦コースですんで、多少強引な競馬しても加速さえつけばっていうようなコースが平坦でもありますんで、その中で、まあ、うちの方も相手、えー、まあ、あの、加速がついたっていうような形で、加速がついてからこのノッキングポイントはいいですね。なんか一足使った後も、 その体が浮いちゃったりだとか変なし草さすることもなくて二枚腰三枚腰も使えそうなフォームが安定してずっと長く足が使えるっていうのがこの馬いいところで,でその辺に関しては木村球舎って23年前までは大した球舎じゃなかったんですけれどもあのあの素質組馬ばっかし入っててその中でちょっと気難しかったりそんな馬も作れてないなっていう印象があったんですが木村球舎ここに来て。 良くなっている感じがあって、で、このノッキングポイントが、そういうふうに安定したフォームで最後まで走れるようになったというのは、木村厩舎が良くなって作れているというところもあると思いますし、まあ、臨戦て過程も良かったんですが、このノッキングポイントに関しては、かなりその後半の足に関しては信頼性が高まっているなっていうところがあるんですよね。まあでも、それに関してはもちろん、一旦足は貯めなきゃいけないんで、前に壁を作って足を貯めるっていうことは重要で。 まあある程度こういう辺りでも走る可能性はあるっちゃあるんですがまあでも g 1でもありますんでなるべく下げた方がいいですね中段よりも後ろから腹くくってめあ下げてそれで前の有力馬を見ながら外からなるべく動いてついていって最後。 大外から追い込むとかそういうような形がはまれば一発あるかなっていうのは範疇にはなってきたと思いますね、まあ、距離適性はこのまま長いっちゃ長いんですが今の充実度と素足の安定性からこなす可能性あると思いますマイネル・ラウレアマイネル・ラウレアは、まあ、京都外回り二二千百メートルの京都新聞杯の時後方から追い込んできてて、まあ、展開も向かない中で、まあ、ある程度いい競馬したなとは思ったんですけれども まそれともっと終える外国人ジョッキーとかだったらもう少し差は縮まったとは思うんですけれども、まあ、ただその後ですねちょっと馬体的なバランスがあんまり良くないというか,か硬さとかも歩様とか動き馬の形にも出てきててとなるとタメが効きにくかったりだとか不安定さが出ちゃうっていうところがありますし時計勝負瞬発力勝負あとは緩急のある競馬に対応しづらくなっちゃうっていうところがあるんで。 まあこの距離でもありますし、まあ、なかなかどうなのかな上手に競馬ができるのかなという不器用なイメージがついちゃうんですよね、まあ、ただ追い込み馬ではありますのでハマるときはハマることはなきにしもあらずかなと思うんですが基本厳しいかなと思います里野グランツ里野グランツは二番人気三番人気ぐらいになりそうなんですが、まあ、この馬に関しては京都新聞杯前後の時から 畑き合いになった時の勝負根性が素晴らしいっていう風に言っててもう並んだらグイッと出るっていうそこはいいところがあったんですがただその京都新聞杯ぐらいの時っていうのはスピードと器用さが足りなくてまああれぐらいのメンバーでなんとか馬群からついていけたからなんとかなったっていうような感じではあったんでやっぱりダービーに行くとその辺スピードと器用さが足りなくて。 競馬に参加できないというようなそういうような内容能力不足というところがありました、まあ、ただこの秋になってですね少しその辺のスピードと器用さに関してはほんの少しは解消してきたかなというところがあって、まあ、さらにこの 3,000m でもあります菊花賞でもありますしある程度は自力勝負の消耗戦になる可能性もあるんで。 となるとこういうタイプは射程圏内にに入れられれらてててついいいけて叩き合いになれば勝負根性が怖いんですよ、ね、まず、あ、それでもタスティエーラとかソウルオリエンスとかハース・コンチェルとこの辺の馬たちの方がそのスピードと能力ということに関しては上なのでこの辺の馬たちが後半上手になだれ込んでまとめきった場合だと里のグランツちょっとついていけない可能性があるっちゃあるんですよね。 なのでその辺に関しては対列がうまくいくか川田騎手がうまく立ち回るかっていうところがはまれば通用する可能性がありますし叩き合いまでいけば勝てる可能性あるっちゃあるんでその辺ですよねまあちょっとやっぱ他の馬たちと比べると欠点はあるタイプではありますけれどもハーツコンチェルトハーツコンチェルトに関してはまあ神戸新聞杯の結果分析でだいぶ説明したんですが。 ファントムシーフ竹豊騎手が逃げて後半かなり大胆に仕掛けたんですよね。で2波論10秒台が続いてて2波論10秒台が続くなんてことなかなかないんですよね。まあそれでなかなかない早いラップ大胆な仕掛けそれを竹豊騎手がしてる時に唯一外回って動いちゃったのがハーツコンチェルトの松山騎手なんですよね。もう最悪なんですよね。 まあこんなことは誰でもわかるとは思うんですが前にいる馬が進んでいかない速くない馬だったら外から追い抜くっていうのは簡単なんですが前の馬たちが速い一番スピードに乗ってる時に外から前をかわそうとするとなかなかかわせないんでしんどいですよね。なのでそのしんどい思いしながら回ってきたのにハーツコンチェルトは最後。 伸びてきているわけですから相当勝負根性があったというか頑張っているわけですし能力にも余裕があるということなんですよねで、四コーナー回るとき4コーナー手前から動いたとき普通ああいうふうに外から動いていってまくろうとした場合だと普通はその動く前と比べてポジションを上げれるわけですよねそれが当たり前でじゃないと動く必要がないわけでなのにハーツコンチェルトは四コーナー回りながらポジションを下げてるんですよね 要するにそれだけ大きなロス無駄なことをして馬に大分負担をかけたということでまあそしてこのハーツコンチェルトに関してはダービーの時穴馬として本命で狙ってなんとか3着してまあ副賞とかは取れたわけですけれどもただやっぱりもっとレベルの高いジョッキーが。 乗っってててれば勝たててた可能性まであった馬であしかも外回ってて一番ししんんどい競馬してたのはハーツコンチェルトなんですよね要するに内容で言ったら1番手か2番手に強い内容でダービー走ってたわけであってまあ,あの時は松山騎手は途中から外から進出して早めに上がってったっていうのは好判断だったんで悪いことばかりではなかったんですがただ根本的に馬を動かす技術が高くはない松山騎手でもありますし。 やっぱりその辺で3着になっちゃったっていうところもあってで今回に関してというかまあ神戸新聞杯に関してはもう完全に松山騎手のとんでもないミスっていうところがあってあそこ動かずに待って直線勝負しとけば余裕で馬券圏内というか多分勝てた可能性が高かったかなと思いますそしてレース内容だけじゃなくて、まあ、ダービー神戸新聞杯の パドックでの馬体なんか見てて、まあ、特に神戸新聞杯の時の馬体なんか抜群によくて、まあ、あのメンバーでは一番いい馬でしたし今回のメンバーでもまあソウルオリエンスかハーツコンチェルトかっていうぐらいいい馬ではあると思いますね。まあタスティエラも力はある程度あるんですがサトノグランツと比べたらハーツコンチェルトの方が断然能力が上でサトノグランツは叩き合いになって勝負根性があるとか。 そういういいところはあるにしてもそれでもこんな人気の差がつくほどではないっていうところがあってまあ単純に馬で言ったらハーツコンチェルトなんでここで馬券圏外にまた飛ぶようであったらもう松山騎手が悪いそれでこの松山騎手に関しては重傷で本命にするたんびにやたらと飛ばされて8割前後ぐらいは外れてるかなっていうところがあって別にいい馬は選んでるんですが。 まあ、とにかくずっといい馬に乗ってるのが松山騎手でこのクラシックだって皐月ータスティエーラ1番手2番手にいい馬乗っててそしてダービーだってハーツ・コンチェルト1番手2番手にいい馬乗ってて今回菊花賞だって1番手2番手にいい馬乗っててっていうところでこの3冠全部いい馬に乗ってて今回も菊花賞勝てなかった場合は。 全滅っていう全部取りこぼしたっていうような形、まあ、取りこぼしたというか他にもソウルオリエンスとか強いんで取りこぼしたとは言えないのかもしれないんですがまあただ、あのー、最低限の仕事はできなかったっていうような形になるわけですよね。ですから正直言って僕は松山騎士を本命にしたくないんですよね。まあ、その辺に関しては皆さんんがが考えることとなんですが、まあ、ただ、あのー、今回ちょっと たたくなななるるよような要素があるとしたらそれは京都の外回りコースなんですよね乗り慣れているコースということとそれとこの京都の外回りコースっていうのは坂の下りの最初の方で動いちゃいけないんですがまあそれぐらいは分かっていると思いますしラスト600以降ぐらいだったら外からなだれ込むように成功法の競馬してもいいぐらいなコースなんですよね。 でさらにこの菊花賞っていうレース長距離でもありますんでどちらかというと瞬発力勝負よりもなだれ込みみたいな4コーナー勢いつけて回った方がいいようなレースが多いのでそう考えると松山騎手って基本的にそういうような正攻法の競馬することが多くて雑ではあるんだけれども正攻法な競馬をしてその結果としていつもいい馬に乗ってるんでそれなりに毎年成績を収められてるっていうところがあるんで、まあ、そういった意味では。 いつもよりかは大きなミスをする確率は低いかなっていうところでまあそれでもまあミスはするかなとはなるんですがその辺を皆さんはどう判断するかですねナイト・イン・ロンドンナイト・イン・ロンドンは前走神戸新聞杯の時やたらと人気したんですが和田重一首は外外回ってための効かないような競馬して自滅して終わってますねまあその時は 欠点の少ないい乗りやすい馬で馬群からも問題ないようなタイプかなと思ってたんですけれどもやっぱり前走の負け方が悪いんでああいう風にばったり止まるような負け方っていうのは最悪なんで次に繋がらないですし調子落ちしてるというかあのーまあ、ここの大竹厩舎もですねちょっと作り方がうまくなくてための効くような作り方ができないんですよね動きが大きすぎるような馬が多くて。で今回追い切りなんか見てても 走りがスムーズすすぎるんですよねちょっと伸び伸び走りすぎてていいところでガッとたまるような走りが道中からできてなくて直線に関してもそうで結局はその追い切りの気配でもそんな感じなのでまあそうなってくると距離も持ちにくいロングスパートにも対応しにくいっていうような仕上がりだと思いますんで基本的には。 止ままる可能性が高いいかなと思いますね、まあ、ただ運よく不利でも受けながら前に壁ができてみたいな感じで運よく溜まりきるかそれかばらける展開で平均ペースハイペースか後半だけでもペース流れてくれたらもしかしたらっていうところまあ基本厳しいと思いますしまあそれと母系にメジロマックインが入っててそれで魅力っていうことで。 多少穴人気する可能性はあるんですけれどもメジロマックイーンってステイヤーって勘違いされてますけれどもステイヤーじゃないんですよねあのまもベストは2,000から2200 22前後ぐらいですかね多分それぐらいがベストででマイラーの毛も少しあってというのは基本的には緩急つけてスパンと切れるタイプじゃなくてワンペースになだれ込んで能力勝負みたいなのが合いますんで。 結構そのマイルぐらいとか長距離になると後半がワンペースになりがちなんで乗りやすいっていうところがあってそれで長距離得意だったところもあると思いますんでまあなので本質的にはあのメジロマックイーンの決闘っていうのも別にステイヤーっていうわけではないんですよねソウルオリエンス。 ソウルオリエンスの前走のセントライト記念は基本的に中山 2200m 外回りコースって先行馬や内や馬群から気温立ち回るような馬が有利になりがちなコースなんでそのコースで外外回って追い込んできたっていうのは強かったです。まあただちょっとその先行馬があんまり強くなかったっていうのと比較的外差しが効いてた時の馬場でもありましたんでまあそう考えるとそこまで高く評価しすぎるのはどうかとは思うところはあるにしても。 ソウルオリエンス自体はやっぱ強いですよねあれだけモタモタしてずぶさ出しても直線伸びてしかもただ伸びただけじゃなくてグイグイ伸びて2枚腰3枚腰も使ってるような状態でタスティエーラを最後ままでで捕まえに行くよよようううななそいっった足使ってるんですよねでダービーなんかでも最後捕まえに行くような感じの足でもう少しあったらタスティエーラを捕まえてましたしそういう勝負根性もあって。 ズぶ、まあ、さがある分勝手に加減されて長く足が使えるっていう部分もあるんですけれども、まあ、とにかく後半の足の長さと、あのー、キレもあるっていうこのつお強みっていうのはありますよね。まあただあんまり器用ではないのでそのつぶさ出してるうちにロスが出すぎちゃったりだとか、あのーまあ、競馬に参加できないような可能性もあるっちゃあるのでその辺は 横山武史季衆じゃ不安はあるっちゃあるんですけれどもまあでも多少雑に乗ってもあれだけいい競馬ができるんで迷いなく思い切った騎乗をですね行くときは行くっていうふうに一気に行っちゃうぐらいな気持ち貯めるんなら貯めるっていうふうに大胆に貯めるとかそういうような騎乗をしていけばいいんですが、まあ、ただその貯めるに関しては最近横山武史季衆やたらと貯める意識が強くて余計なためもすることもあるのでまあなんかやっぱ基本的には強気に 競馬してほしいなっていうところはありますねというのは佐月賞の時はその貯める意識がいい方向に向いて直線一気につながったわけですけれどもダービーの時は逆なんですよねあれはミスで前が空いた時にですね一発でもムチ入れたら合図っていうような形になって馬が反応が良くなるんですよねなので直線で前が空いた時に一発でも先にムチ入れとけば反応が違いましたし まあ普通に考えて勝てたレースを取りこぼしたレースなので、まあ、あの今回に関しては大胆に乗って欲しいなっていなとうファントムシーフファントムシーフの前奏の神戸新聞杯は、まあ、大きな成長はなかったですしまあ馬体面のバランスとかも、まあ、そんなには良くはない仕上がりかなとは思ってたんですが、まあ、力技する仕上がりではあったんですがただ相手関係考えるとちょっと。 馬券的にはいいらないかなかと思ってました、まあでもそれはサス競馬をするイメージでパドックを見たらっていう話で逃げるとは思ってなかったんですよね。逃げるっていうのは次に本番の喫下症があるのに逃げるっていうのは想定外だったというか次につながるようなサス競馬すると思ってましたんであそこで逃げたことが大きくてさらに武豊騎手逃げのペースメイクうまいですしその逃げの中でも 一発を狙う玉砕的な感じで4コーナー手前から一気に仕掛けてペース上げてって勝負決めるっていうそういうような系はしてまあなんとか3着に残したのは竹豊騎手のおかげっていうような感じではあったかなと思いますね。でそれと比べて今回は多少は良くはなってるんですが、まあ、ただちょっとその足と胴体のバランスが多少ガタッとバランスあんまり良くないのとそれと気難しいですね仕草が。 なので止まる可能性走るのをやめる可能性はあるかなっていうふうに思いますんでまあなので例えば馬群の中で揉まれる感じだと逆に集中力続く可能性もあるっちゃありますんでそれで構想するパターンもしくはばらける展開で前目の方からなだれ込みみたいな感じだったら気分よく走れればこなす可能性まあ逃げももしかしたら今回はまだ。 競馬に行ったらしっかりと走る可能性もありますんでそういうところはあるんですがただ距離的にもあんまり良くないということあとはやっぱりまともに競馬したらちょっと劣る難しさ乗り方も難しくなってきてて、まあ、どちらかというと左回りの方が乗りやすい馬でもありますんで、まあ、右回り苦手ではないんですがなんかあの回要素は基本的にはないかなとは思ってますね湘南バシッド 湘南バシットの前走神戸新聞杯は確かに逃げ馬ファントムシーフ武豊騎手が後半引っ張ってくれたんでうちにいたのは良かったんですがただ後ろ過ぎましたねまあある程度届く範疇でうちにいてそこから伸びるっていうような競馬はこの湘南バシットは結構合うとは思うんですがまあ,あれだけ後ろからだったら外出した方が基本的にはいいかなっていうところはありました。ででも状態面ですねあの春ほどは バランスとか素足の安定性がないっていうところで伸びあぐねた感じもありますんで今回は少しはましになってるかなとは思うんですがまあただあんまりキレのある動きがるほどできてなくてちょっとのべーっとした感じのもっさりした動きになってきているところがあるのでまあ他が消耗戦になって止まってくれたりとか自滅してくれたりなんかすればこれぐらいの足でも まあこのまあ気温立ち回れるところがあるんでいいところから立ち回れたら可能性としてはありますし馬鹿にできない能力はあるんですがまあただ外枠引いて自滅が多いミルコ・デミロクシということになるとまあ手広くなら抑える程度かなというような感じです。ズレ,レッツァはちょっと人気すぎかなというところはあるんですがまあでもここに来て軍と馬が良くなってるんですよね。なのでまあギリ 外せるしギリ変えるしっていうラインでその中でルメール機種が乗るっていうところなんですよねでこのまあですね走りが軽くてパッと見の感じだと距離は難しいかな長いかなあとはその使える足が短いかなっていうのはイメージが湧きやすいフットワークなんですがレースに行くと意外と長く足が使えるんですよねまあこれは 潜在的にズブさがあってやっぱずぶい馬って勝手に加減するところがあるんでその分2段階3段階と足を使えるっていうところがあってそういった意味ではまあこの菊花賞長く足が使えると乗りやすくなる可能性があるのでそういう意味での期待値はあるんですがまあただ根本的にやっぱ、あのー、強い馬と競馬したことがないのと厳しい競馬もしてないんですよね。比較的綺麗な 競馬しててるところがあって、まあ、コーナーからまともに外回ったり他の馬たちが動いていくそういうような競馬に乗っかってまともに後手後手に回って競馬をするそこですっと反応するかまああのずぶさは出してもいいんだけれどもずぶい中で気持ちが切れないままずっと最後まで頑張れるかっていうところになるとまあルメール騎手じゃなかったらそう考えたら消すかなっていうような馬なんですがまあでもやっぱルメール騎手なんで。 まあ一番ごまかすのがうまいジョッキーがこの距離乗るということになるとまあ手広くならそうですね慎重になるんであったら抑えた方がいいかなっていうところはありますねまあでも人気に見合うかといったらそれは全然人気には見合わないですね以上で失礼します